ビアデッドコリーは、イギリスは、スコットランド地方が、原産の牧牛犬種、牧羊犬種の一つである。犬のグループ分類では、ハーリンググループに属する。ビアデッドコリー、もしくはビアーデッドコリーという犬種名は、英語で、髭を生やした、コリーを意味している。これは外見によって付けられたものであるが、実際は、コリー犬種ではなく、コリー犬種と牧牛犬種の中間の犬種である。 なお、スペルに従って、ベアデッドコリーなどとも呼ばれるが、この名は正式なものではない。1514年に、スコットランドへ連れて来られた、ポリッシュローランドシープドッグのオス一頭と、メス二頭と、地元で元から刺激されていた、ハイランドコリーという犬種を掛け合わせて作出された。17世紀頃には、スコットランド地方の北と南とでは、大きさと体毛の色で、かなりのバラつきがあり、 大きく分けると二つのタイプが存在した。これらはそれぞれ原産地名とって、ボーダータイプとハイランドタイプと呼ばれていた。それらを荒廃することによって18世紀に今日で見られる姿となった。死役犬としては主に牧牛犬として使われていたが、後に牧羊犬としても使われるようになった。第二次世界大戦が勃発した際には、頭数が激減し、絶滅寸前となった。 激しい戦火のため、犬種保存の頼みの綱であった犬種クラブをも解散せざるを得なくなってしまい、絶滅は時間の問題であるとまで言われた。しかし、思わぬ偶然によって、ビアデットコイリーは今日まで生き残ることができた。1940年代、オリーブ・ウィルソン夫人という人物が、自分の農場で刺激するためにシェットランドシープドッグのコイを注文した。ところが、 注文を受けた、スコットランドの農家は手違いにより、ビアデッドコリーの子犬を女王としてしまったのである。このメスのビアデッドコリーは、ジェニーと名付けられ、夫人に大変可愛がられて育てられたが、政権になるまでジェニーが、ビアデッドであることに全く気づかなかった。政権になってようやくジェニーが、シェットランドではないことに気づいたのであるが、夫人にとって、大切な存在となっていたため、 注文を行った農家には一切クレームをつけることはしなかった。それどころか、夫人は本種にさらなる興味を持ち、本種が絶滅寸前の犬種であることを知ると、ジェニーの相手を探してブリーディングを行うことを決めた。しかしこの頃本種の頭数は非常に少なく、創作にはしばらく時間がかかった。1944年の1月、 英国南部の農家で純血のビアデッドコリーのオスであるベイリーという名の犬が発見されジェニーとベイリーから生まれた犬たちをもとにブリーディングを進め遺伝子プールの改善のためにオールドイングリッシュシープドッグの血も加えたこうしてブリードされた犬たちは高い評価を受けスタンダードが安定しただけでなく頭数が増加したことにより1955年頃に 犬種クラブが再結成された。後に、英国のザケネルクラブや、国際的地区剣団体である、フシーにも公認登録された。なお、競技アデットコリーとして生存しているペット犬ショードッグはほぼすべてがジェニーとベイリーの子孫である。現在は実用犬としてよりも、ペットやショードッグといって飼育されることが多く、身体能力の高さから、スポーツドッグとしても人気が高い。 世界的な人気のある犬種で、日本でもブリーディングや販売が行われている。毎年国内登録も行われている。ややがっしりした体格の犬で、オスの平均的な体高は約5 3トルから約5 6トルで、メスの平均的な体高は約5 1トルから約5 3トル。平均的な体重は死友ともに、 約2 7ラムとなっている。中型犬並みのサイズの犬である。和訳した犬種名が表している通り、顔全体、さらには全身を覆う柔らかく長い体毛が大きな特徴。その体毛は水を引くことができるため、たとえ雨が激しく降る中であっても牧羊犬としての仕事を確実にこなすことができる。防寒性も高い。毛色はホワイトブルーや、 ホワイトスチールなど、特徴的な体毛は、子犬の時と聖剣の時とで異なる。子犬時は体毛にカールがかかっており、色も濃い茶色や黒色など、それぞれその一色しか持っていない。生後4ヶ月頃から徐々に聖剣の色と柄に変わっていく。混ズると、足は短めだが、身体能力は優れている。耳は垂れ耳、尾は垂れ尾で、耳と尾には、 飾り毛がある。なお、尾は、牧牛犬として使われてきた頃の名残で短めに、断をされる習慣もある。牧羊犬の仲間ということもあり、性格は活発で人懐っこく、加えて甘えんぼでいたずら好きである。しつけの飲み込みや状況判断力に優れ、いざという時には家族を守ろうとする。友好的で他の犬や人とも仲良く接することもできる。 運動量は非常に多い。かかりやすい病気は運動のしすぎによる関節疾患、地肌が群れて起こる、皮膚疾患、コートが目に入って起こる目疾患、遺伝的にかかりやすい、網膜萎縮症などがある。ありがとうございます。